次は俺の代わりに先人の鈴を借りてきてほしい。なんででしょうか。先人の鈴？先人の鈴を保管しているのは俺の友人でピンバーヤという人だ。彼女は玉境台周辺にいる。誰かに聞けばわかるはずだ。どこ、玉境台行ったところですかね。おお、でも勝利は一緒に行かないのか。ああ、ちょっと事情があってな。事情なんでしょう。代わりに頼む。ほう、なんだか勝利の様子が少し変だな。気になりますね。極境台に行くっていうことですか。あ、ここか。さ、この上って総選挙して行うところとそんなに場所変わらないんですかね。まあ登っていきましょうか、いつも通り。こっちですか。あ、この人ですか、ピンバーヤって。諸行無常、諸行無常。こんにちは、どうしたんでしょう。ああ、気にせんでくれ。ただこのルリユリが散っていくのを見てもったいないと思っておっただけじゃ。もったいない。この花どうして散っちゃったんだ。バーヤが若い頃、このルリユリは人の感情がわかると言われておった、はあ、例えば笑い声や歌声、楽しそうな声を聞くと花も喜んで綺麗に咲くんじゃよ。そんなことがあるんですね。逆に良くないこと、例えばでたらめな噂話なんぞを聞くとすぐに枯れてしまう。早いな。じゃあこの花たちは今リーユエコーの現状を感じ取ってるんだな。そうじゃ。ガンウォーテイ君が死んだなんて噂はただごとじゃない。いろんな噂が流れとるよ。そりゃそうですね。ファデュイの陰謀だの、海にいるあれが暴れたからだの、七星の自作自演だというものもおる。海にいるあれって何のことでしょう。この港はまるでマッチの山みたいじゃ。小さな火がついただけでそれが一気に燃え広がる。ああ、この話はここまで。バーヤは年寄りじゃから小言を言うのが癖でな。して若者、何か用かい。洗礼の鈴を借りますね。ああ、あれか、覚えとるよ。確かに持っとるが、どこにやったか。どこにですか。あの鈴はバーヤが若い頃にある友達が持っていたものなんじゃ。その鈴をじっと見つめていたら彼がバーヤにくれたんじゃよ。あの時彼は言っておった。今後誰かがこの鈴を借りに来たら必ず渡してほしいと。過去にこの鈴が借りられることは何度もあったのじゃが、いつの間にか鈴を借りに来る人はいなくなっておった。ふう、バーヤの老いた体じゃ探すのに一度時間がかかりそうじゃ。少し待っててくれるかね。ああ、ジンさんから探し物のコツを学びましたね。でもいきなり自慢か。子供たちや、鈴ならすぐ近くに保管してあるから心配無用じゃよ。あ、おばあちゃん家ってこの近くにあるのか。どう、ここって玉境台だぞ。お金持ちなんだな。バーヤじゃ城内に屋敷なぞ買えんよ。この壺を見ておくれ。バーヤの荷物は全部ここに入っておる。
荷物が全部？ん？家の鍵もこの中。荷物ってまさか鈴だけじゃないですか。失礼だぞ。そうだとしても、きっと貴重な鈴なんだ。おばあちゃん、そうだよな。とにかく鈴はこの壺の中にある。鈴が欲しいなら中を覗いてみるとよい。中を覗くとあるんですかね、その中に。変わったおばあちゃんだな。荷物が全部壺の中に入っているとか、冗談だよな。冗談なんでしょうか。うん？何ですか、ランプですか。ん？これが壺の、中ですか。え、ここは一体どうなってんだ。子供たちや、そこはばあやが荷物を入れてる壺じゃ。鈴を探しにお行き。まあ通れなかった。おばあちゃんの声だ。ここってまさかおばあちゃんの壺の中？どういうことだ？本当どういうことでしょう。掃除しないと雲の巣だらけでいかんの。子供たちや、ばあやの代わりに掃除してくれんか。掃除ですか。なかなかこれが荒れそうですね。これで掃除完了ですね。お、またこれで起動させていくわけですかね。ああ、そっち側か。意外と入り組んだ構造ですね。気づいたか？さっきの蜘蛛の巣、元素で構成されてた。この壺、おばあちゃん一体何年掃除してないんだ。元素でですか。ハックハッ、えい、どけ。まあ、ここも掃除していきましょうか。今度はさっきより簡単でしたね。これかな。お、起動しますね。そう、ここを飛んでいけばいいのかな。あそこですか。今度も掃除ですかね。なあ、この変わった壺に先人の鈴まで持ってるなんて。あのおばあちゃん、もしかして仙人？いや、もしかしてじゃないかもしれないですけどね。まあそりゃないでしょうか。順番に現れては消えて繰り返してますね。ますます怪しい。あのおばあちゃん絶対仙人だと思うぞ。でも仙人たちって絶雲の間に住んでるんだよな。どうして城内にいるんだ。そうでしたっけ、忘れましたけど。さあ、また城外に落とす戦法ですね。あ、まだ雲がいましたね。この先にもいるんですか。かすり傷だ。ここは氷スライムと水スライムですか。まあさっきよりはちょっと楽かな。いや、意外と敵が多くて大変でした。さあ、解除できたということで。まあでも雲とかいろいろありますね、まだ。まあ起動していきましょうか。でもこの壺一体何層まであるんだよ。本当にオイラたちもこんな壺を持ってたらな。持ってたら少なくとも野宿しなくて済むしな。ああ、そういうことですか。野宿しない。さあ、どっちがいいんでしょう、壺の中と外。来ましたね。
これが鈴かな。洗礼の鈴。見つかったかい。若者は動きが機敏で助かるね。さて、出るに。これでよし。子供たち、早く出ておいで。じゃあ出てきますか。長かったですね、意外と。さあ、戻ってきました。若者は体がよく動いていいの。こんなにすぐ見つかるとは。まあ仙人なんでしょうね、まさか。仙人、その二文字を他人から言われたのは久方ぶりじゃ。ばあやが仙人かどうかはもう分かっとるじゃろ。まあね。もう分かったような、分からないような。でもおばあちゃん、この鈴持っていっていいのか。変だと思わない？岩王帝君にあんなことがあったばかりなのに鈴を取りに来るなんて。おかしな子じゃ。今までこのリーウェ港からどれだけの仙人が去り、その度にどんな波風が立ったか知らないじゃろう。うん。しかしそのどれもがしきたりに従って総選儀式を行ってきた。ならば今回も行うというのが筋じゃ。犯人探しばかりして総選儀式をおろそかにするなぞ本末転倒。今この時鈴を借りに来た者が現れたのは、きっと旧友の誰かが耐えきれなくなって立ち上がったからじゃろう。だからばあやは鈴を渡す。当然じゃ。まあもし旧友が鈴を返さなかったら。返さない？はっはっ。仮にそうなったらばあやが直接行って返してもらうさ。ずいぶんとご無沙汰しとるし、お茶でもしながら世間話するのもよいじゃろう。さあ、鈴は渡したし、お雪、それとあなたたちにお使いを頼んだ人に伝言を頼みたい。なんでしょうね。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。うん、伝えておく。ありがとな。いいおばあちゃんでしたね。さあ、じゃあ勝利先生に会うのかな。100m。 あ、やっぱりそっちの方ですか。今回は飛んでは行かなくても大丈夫そうですね。会って話していきますか、また。ああ、確かに先人の鈴だ。うん、いい状態だな。一緒に高校も置いておこう。うん、高校も、ああ、でかい。勝利先生も仙人なんでしょうかね。仙人、うん、怪しいぞ。でも言いたくないなら今は聞かないでおいてやる。そうだ、おばあちゃんから伝言を預かってるんだ。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが急須くらいは持っておるってさ。その口調似合わないな。しかし彼女の急須は確かにいいものだ。うまい茶が飲める。時間があったらいい茶葉を持って彼女に会いに行こう。それで儀式にはあと何が必要なんだ。ああ、次はタコを買いに行くぞ。お、タコ。タコ、一緒に遊んでくれるのか。まさか休憩。違う。タコは子供のおもちゃだが、リーウェの儀式においては
他にも象徴的な意味合いを持つ。詳しくは後で説明する。まずはタコを手に入れよう。もうよくわからないけど、わかった。じゃあ、タコを探しに行くっていうことですけど、まあでも時間もいい感じなんで、ここら辺で切り上げていきましょうか。また、次回に続きます。ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。